数一のチャート進めなきゃな。実力テスト明日だし、それから英単語、リーダーの役も、休み時間にせかせかすんのはごめんだからな。だけどやりたくない。はあ、飯の支度もやりたくないな。あ、洗濯、ジーンズ干しとかないと明日まで乾かないし。でも起きるもんか。地震が来ようが、火事になろうが、寝てやる。このまま眠り続けてやるんだ。なんだよ。みなと、なんでそんなにでっかくなってんだよ。にゃんにゃんにゃん。こっちへ来るな、バカ野郎。体の大きさ考えろ。俺を踏みつぶす気か。ミミハマチのお刺身、ローストビーフ、チキンカレー、茶碗蒸し。アホ、いくら俺でもそんなにいっぺんに作れるかよ。ミミー、苦しい。わかった、作れるから。玉ねぎの味噌汁。うー、重い。腕が、体がしびれる。どけろ。くそ、溝落ち直撃しやがって。おい、みなと、向こう行けよ。俺のスペースがないだろ。たく、毎晩押しかけてきてよ。ここは俺のベッドなんだぞ。いって、このバカ力が。港。原作夏木サーリ、脚本川村幸恵、監修金巻健一、桃色四月少年。あなたへの思いで私の胸は張り裂けんばかり。愛は私たちを健やかにし、一筋の光となって必ずや私たちを照らすでしょう。みなとのやつ何やってんだよ。ここは演劇部の部室じゃないんだぞ。それより泣く札頼むよ。今度の試合お前黒帯持ってんだからさ。だからダメ。俺は柔道はあくまで趣味としてやってるだけなんだって言ってるだろ。ちょっとだけ出てくれればいいんだよな。往生際が悪いぞ谷町。だいたい相手の学校が明倫大附属ってだけで俺は戦いたくないんだ。あそこの首相とは関わりたくないんだよ。小林のことか。ずいぶん前に一回だけ戦って勝っちまってさ、未だに会うと因縁つけてくんだよ。うるさくて。そこをなんとか頼む。草津、うちの柔道部の弱さは知ってるだろ。今度の試合に勝てば新入部員がいっぱい入ってくるはずなんだよ。そんなに困ってんなら港に頼めよ。あいつならお調子者だからすぐに OK するよ。いや、実はもう頼んでみたんだ。そしたら長谷川のやつ、せいちゃんが出るなら僕も出るよって。考えるのが面倒な時はいつもそう言うんだ。あいつは。お前、長谷川の話になると目つきが変わるよな。公認カップルのくせにいつも喧嘩ばっかりしてるしよ。
誰と誰が公認カップルだよ。あんな野郎1億円の持参金付きでもお断りだ。いいか谷町、俺と港の関係というのはだな、例えて言うなら悪代官と民百姓だ。は？そう、悪代官が百姓から年貢を絞り取って悪魔の笑みを浮かべるように、港がニヘラっと猫笑いを浮かべる時っていうのはな、その裏でほとんど俺という犠牲が払われてるんだよ。あいつが腹いっぱいの笑顔になるためには俺の料理製造作業が必要だ。あいつがテストで首席の笑顔になるためには俺が泣く泣く2番で甘んじなければならない。あれもこれもどれもこれも俺という人柱があってこその微笑みだ。そんな肉肉しい面を浮かべる野郎をどうして俺が好きにならねばならんのだ。え、すごい、せいちゃんってば演技の才能もあったんだ。ねえ、今度僕と一緒に舞台立とうよ。ついでに柔道部の試合にも出ようよ。お前らな。はい、ブレイクブレイク。どうどうどう。三宅、ホームルーム始めたいんだけど、いいかい？はーい。せいちゃん、ほら、行こう。痛えだろ、腕がもう。引っ張るなよ、このバカ力。それでは、あと2週間に迫った生徒会の役員選挙について、うちのクラスでも会長、副会長、書記のうちどれかに一人は立候補を立てなきゃな。で、誰か立候補する人は？三宅くん、はい。港、嫌な予感がする。はい、長谷川。えへん、長谷川港、生徒会長に立候補します。でもって応援演説はもちろんせいちゃん。僕の生まれ持っての才能とせいちゃんの努力が加われば向かうところ敵なし。なるほど。どうせなら2人まとめて出て、どっちとも当選したらじゃんけんで会長と副会長を決めるってのはどうだ。ちょっと意義あり。もし間違って港が生徒会長にでもなってみろ、高宮学園は破滅するぞ。それに俺は応援演説なんかまっぴらごめんだ。全校生徒の前で港を褒めちぎるなんて死んでも嫌だぞ。せいちゃん、照れなくてもいいのに。誰が照れとるか。冷静になれよ草津。お前が長谷川の応援をしなくて他に誰がするって言うんだ。お前ら一緒に住んでるんだろ。住んでるわけじゃない。でも昨夜も2人で寝たんだよ。やっぱりな。勘違いするな、港が勝手に押しかけてきただけだ。押しかけてきた？ベッドに？そう、ベッドに。だから違うって。分かった草津、応援ができないなら出馬しろ。ね、賛成。反対だ。俺は出馬するつもりはこれっぽっちもないからな。じゃあ出馬しない代わりに長谷川の応援演説を頼むぞ。なんで交換条件になっちまうんだよ。俺としてはどっちでもいいぞ。どっちに転んでも楽しそうだからな。三宅、お前お前らな。よし、じゃあ決定な。草津は長谷川の応援演説の原稿を書いてくれ。ではこれから2週間クラス一丸となって長谷川を盛り上げていこうじゃないか。応援よろしくね、せいちゃん。二人とも頑張れよ。頑張れよ。だから俺は嫌だって言ってるだろう。ちくしょう、港の野郎、三宅のやつまで調子に乗りやがって。港が生徒会長なアホな。まったくクラスの連中は何を考えとるんだ。こうなった以上は仕方がないな。あいつを落選させる応援演説をするしかないか。ただいま。ないな、下駄箱の上にも。どこへあったんだろう。誠司、誠司。私の免許証なんだが、どこかで見なかったか。親父、またどっかに置き忘れたんじゃないのか。じゃあやっぱり車の中にあるんだろうか。カバンの中じゃないのか。いや、カバンから出したところまでは覚えてるんだが。この間はどういうわけか洗濯機の上に置いてあったぞ。そうか、見てこよう。こんばんは。あ、せいちゃんのパパ、おかえりなさい。よう、みーくん、いらっしゃい。せいちゃん、ご飯まだ？僕お腹すいた。ああ人が包丁使ってる時にいきなり飛びつくなよ。指切っちまうだろうが。異常低気圧発生、退避ブー。
シールな飯の前に埃が立つだろう。さあ、テッド、野球、野球、逆転したかな。打った、あ、打った、勝ち、入った、入りました、逆転、逆転です。ねえ、せいちゃん、今日のメニュー何？ロールキャベツだよ。やっぴー、僕ロールキャベツ大好き。特にせいちゃんが作ったのが一番好き。特にも何も、この家で飯の支度するやつは俺だけだろ。見てないで、たまにはお前も手伝いよな。そうだね、手伝おうっと。せいちゃんには僕の応援演説やってもらうんだもんね。まだやると決めたわけじゃないぞ。またまた、本当はすっかりやる気でいるくせに。僕、せいちゃんのこと信じてるもん。手伝うよ。じゃあ、そこの牛乳パックの口開けてくれ。はーい。ね、あー、何やってんだよ、バカ力。冷たい。誰が牛乳パック破れって言ったよ。もう、床がびしょびしょじゃないか。ほら、雑巾。僕、もう、やだ。捨てるな。それで床を拭くんだよ。めんどくさい。どうしてもって言うなら、後で掃除する。ああ、もういいよ、俺が拭くから。ザクン、余計な仕事増やすなよ。あ、こら、つまみ食いすんな。お手伝い。おいしくできてる。上出来、上出来。自分が作ったみたいに自慢するな。洗濯機の上にもなかったぞ。座敷にもないし。誠治、食事が済んだら探してくれないか。分かったよ。ミー君、豊は？パパ、まだ帰ってないよ。そうか。じゃあ少し待とうか。誠治、お茶入れてくれ。よ、親父、スーツは脱いだらハンガーにかけろって言ってるだろ。ほら、そこにハンガー一つかかってるから。椅子にかけとけば同じことじゃないか。シワになるんだよ。いい、俺がやる、貸して。じゃあポケットから手帳出してくれ。ほら。何？いや、今後ろ姿がミソラとダブったような気がしてな。最近よく似てきたな。俺男だぞ、どうして後ろ姿がお袋に似るんだよ。パンパカパーン。ねえねえ、聞いてよ、せいちゃんのパパ、僕今度学校の選挙で生徒会長に立候補したんだよ。ほー、生徒会長に。みーくんは偉いね。勉強もできるけど、他にもいろいろと頑張ってるんだ。うん。で、せいじは何の役員をやるんだ？せいちゃんは僕の応援演説をやってくれるんだよ。応援演説？なんだ、せいじは立候補しないのか。親父。お、いいお茶だな。せいちゃん、僕にも。ほら。あっち、あっち、あっち。俺は今勉強と部活とうちのことに追い立てられて、生徒会どころじゃないんだよ。満足に自分の時間も持てないんだからな。いいお茶だ。親父、マジで家政婦さんでも雇ってくれよ。必要ない。ある、ないな。お前の成績でも悪いっていうなら考えてやってもいいが、さすが私の息子、十分すぎるほどの頭の良さだ。よその人など家に入れる必要はない。それにうちは貧乏だ。嘘つけ。先月だって来たのにぶっ立てたビルの設計費がドバッと入ったじゃないか。甘いな。それでもうちはド貧乏だ。やっとミソラのお乳の破壊次第が貯金できたとこだぞ。今度は私の分の破壊次第を貯金しなくては。それが終わったら次は政治、お前の分。先は長いな。親父、まだそんなバカこいてんのかよ。まさか本気で純金の墓石作るつもりじゃねえだろうな。お袋だってそんなもん作られた日には霊界で恥ずかしさにのた打ち回るぜ。エジプトのファラオに負けてたまるか。日本の草津家、ここにありって言ってやるんだ。じゃあ僕んちはシルバーかプラチナのを作ろ。日本の長谷川家、ここにあり。あ、やっぱり気が合うね、ミー君とは。異常な会話はやめてくれ。ほら、漬物。あ、漬けたのか。うまい、うまい。せいちゃんって奥さんにしたいタイプだよね。そうか、そうか。
適齢期すぎても縁がなかった時はもらってやってくれよ。うん、任しといて。お前の老後の面倒まで見させられてたまるかよ。ねえせいちゃん、もう食べてようよ。僕飢え死にしそう。おじさんが帰ってくるまで我慢しろ。やだよ、そんなに待ってたらミイラになっちゃうもん。パパ今夜も張り込みだって言ってたし。嘘じゃないだろうな。ほんとほんと。だからせいちゃん、ロールキャベツ僕3つ、パパの分も食べてあげるよ。ほら、うるさいやつめ。ほん、おいしそう。ではお先にいただきます。おいしいな。ただいま。おじさん、おかえりなさい。ごめん、先に食べてるよ。うん、パパおかえり。早かったね。例の幹部さん、とうとう自白したの？いや、だが別件で逮捕できたから、とりあえず飯だけ食ってきたんだ。それはお疲れさん。慣れてはいるんだがな、やっとコンビニの弁当から解放されるよ。じゃあ私も食べるとするかな。いただきます。誠治、醤油取ってくれ。あ、おらよ。うん。じゃあパパは当分拘置所に詰めるわけだね。ああ、証拠固めができなくて逮捕状が遅れてるんだ。組員に任意同行させたいんだが、敵さんもなかなか手強くてな。どうせすぐ仮釈放しろって言ってくるんでしょ。まあ病院に逃げ込まれるよりはマシだがな。そりゃそうだ。というわけだから、せいちゃん、どっちにしてもパパここしばらくは夜帰ってこられないみたいだから、僕せいちゃんちとまろ。そうだな、みーくんみたいな綺麗な子が一人で寝てると時間が襲いに来るかもしれん。生徒会選挙を控えた大事な体だ。みーくん、遠慮なく泊まっていきなさい。はーい。親父。なんだ生徒会選挙って。僕生徒会長に立候補したんだよ。おお。あ、ゆたか、私のプチトマト。うん、うまい。ゆたか。親父、浅ましい争いをするんじゃないの。おじさんもプチトマト食べたいんなら言えばあげるから、ちょっと待ってて。あ、今の言い方、なんかこの頃せいちゃん、僕んちのママにも似てこない？うん、このロールキャベツの味という。彩子さんが生きてたら免許改伝なんて言うんだろうな。そうかもな。ひらめいた。僕の選挙の公約第一条、せいちゃんを僕たちのご飯係として半永久的に認定し、おかずを平等化する。こんなのどうかな。うん、素晴らしい。よし、せいちゃん、これちゃんと応援演説の原稿に書いといてね。んなこと書けるか。長谷川みなとくんは、長谷川みなとは大ぐらいでわがまま、他人の迷惑など一切顧みない、自分勝手な性格で極めて典型的な自己中心的な人物ですと。港の人生はほとんど私、草津政治を踏み台にして成り立っていると言ってよく、しかしこの事実は私としては甚だ憤懣やる方のないものであり。いかん、すっかり俺の日記になってる。はあ、いかんいかん、嫌なことはさっさと要領よく片付けてしまおう。長谷川みなとくんは、気持ちよさそうに寝ていますと。はあ、だいたいみなとのことを褒めようっていうのが無理なんだ。ああ、もう、まったく、俺が徹夜してる横で気持ちよさそうに寝るなよな。お袋に似てきただの、おばさんに似てきただのと。要するに俺がこいつらに主婦業を押し付けられてるっていう証拠じゃないか。もう何年こんな生活してんだっけ。普通ならとっくにノイローゼになってるよ。そうやってすぐ考えすぎるのがせいちゃんの悪いところ。みなと！この野郎、起きてるな。
寝言か。紛らわしい寝言言うなよ。締め殺したのか。ま、眠ってる首を締めても面白くもなんともないか。ギャーギャー言っているこいつと喧嘩するからすっきりするんだよな。あれで結構ストレス解消してるような。待てよ、こいつ時々俺の言いたいことを先回りして突っかかってくるような時があるぞ。まさかこいつそこまで見抜いてるんじゃ。せいちゃんご飯まだ。なわけないか。俺ももう寝よう。原稿は明日だ。しょっと。おはよう。全校生徒の皆さん、長谷川湊、よろしくお願いします。やめろよ、恥ずかしいだろう、うちの真ん前って。おいて、せいちゃんってば手加減なしで打つんだもんな。罪のないジョークなのに。駅前のクリーニング屋に寄ってくから、ちょっと急ぐぞ。あ、僕が運転する。僕って美人の割に力持ちだから、せいちゃんぐらいへっちゃらだよ。黙って後ろに乗れ。俺はお前に命を預けられるほど人間ができちゃないんだ。それにお前のバカ力で俺のチャリのハンドル壊されたら困る。どうせ駅までしか乗らないのに、どんな命の危険があるって言うんだよ。車も通らない路地ばっかり走るくせに。一人で乗るときは大通りを走ってるぜ。どういう意味だよ。ほら、さっさと乗る。つまんない。これ持ってくれ。何これ。親父のスーツ。ブー。ねえせいちゃん、せめて立ってもいい。やめてくれ、バランスが悪くなる。はあ、僕後ろって見通しが悪いから嫌いなんだよな。しょっ、んじゃ出発。よ、行けところてんご。はあ、ところてんごってなんだ。ところにより転ぶから。んな、もう早速転ばないでよ。お前が力の抜けるセリフ言うからだ。何がところてんごうだ。俺のチャリだぞ。勝手に変な名前つけるなよな。どれどれ。セーフ。ところてんごう壊れてないよ。だからその名前はやめてくれ。今度は僕が運転しようか。だからダメ。あ、みなと、スーツの袋どこに飛んでった。あったよ。あ、けど中身こぼれてる。何、貸せ。どこも破れちゃいないようだな。あ、なんだこれ。免許証だ。港、引き返すぞ。無駄だと思うな。なんで。だってさっきガレージの前通った時、車のエンジンかかってたもん。たくもしょうがねえな。まだ他になんか入ってんじゃないだろうな。ほら見ろ、あった。なんだこの封筒。指輪の引き返し証。ええ、そうですか。では父に伝えておいてください。お願いします。ねえせいちゃん、このジュエリーショップって僕知ってるよ。マックの先に新しくできたんだ。引き返しがあるってことは、せいちゃんのパパもしかして。親父まだ会社に来てないそうだ。どういうこと。知るか。せいちゃん、これは事件だよ。くたびれたサラリーマンが出社拒否するってならともかく、草津設計事務所社長のせいちゃんのパパが嘘ついてまで出かけていくところって一体どこでしょうね。おまけに謎の指輪の引き返し。見てはならないものを見てしまった心境ってどんな感じ。ねえせいちゃん。ちょっと黙ってろよ。あ、悩める青少年モードに入ってる。せいちゃんってば可愛い。みなと、お前は先に学校へ行け。
で、俺は遅刻するからって担任に報告しといてくれ。俺はとりあえず親父の会社に免許証を持っていくことにする。そんなのやだ。二人揃って無断で遅刻するわけにいかねえだろう。僕なら平気だもん。遅刻の1回や2回テストの点数で楽に取り返せるから。そういう問題じゃないだろう。お前は平気でも俺は平気じゃないんだ。僕も一緒に行く。だって面白そうなんだもん。行く行く行く。勝手にしろ。やっりー。僕さ、せいちゃんのパパって結構会社でもモテると思うよ。ワイシャツに口紅ついてるとかさ、何か前振りのようなことってなかったの？俺んちの家庭の不幸をニコニコ想像するんじゃない。あのさ、せいちゃんももういい年なんだし、パパの恋愛の自由もそろそろ認めてあげてもいいんじゃない？朝から会社をサボることを恋愛というのか？ねえ、電車乗ろうよ。あ、ほら、あそこのジュエリーショップだよ。この引き換え証の。せいちゃん、ちょっと覗いていこうよ。んな時間ないだろう。あれ、せいちゃんのパパの車じゃない？あ、パパだ。せいちゃんのパパもいるよ。痛い。せいちゃん、急に止まらないでよ。親父。みーくんに誠治。何やってんだよ、こんなとこで。そこのジュエリーショップの改装をやることになってな、打ち合わせだったんだ。事務所に電話したら、どこに行ってるかわからないって言われたぞ。そう。探してた免許証、スーツのポケットに入ってたぞ。ほら。ありがとう。それからこれ。ああ、これだよこれ、豊か。ああ。今これがなくて手間取って大変だったんだ。一足遅かったな、シン。しかし、誠治が持ってくるとはな。やはり子供に隠し事はできないということだな。ねえ、誠ちゃんのパパ、どんな指輪買ったの？誠治、封筒の中見たのか？買ったのかよ、指輪。これはだな、その…ああ。せいちゃん怒ってる怒ってる。いや、だから…シン、取り込み中悪い。遅刻しそうなんだが。ん？ああ、そうだそうだ。警察官を遅刻させちゃいかんよな。じゃあ、せいじ、わざわざありがとうな。せいちゃんのパパ、車に乗せてってよ。ごめんね、みーくん。遅刻しちゃうから。行っちゃった。こっちも遅刻なのにね、せいちゃん。今からじゃ学校着いたら昼休み過ぎちゃうね。僕、昼休みは選挙活動しなくっちゃでしょ。やっぱり乗せてもらえばよかったな。何が純金の墓石だよ。どうしたの、せいちゃん。殴らせろ。え？一発殴らせろ、港。うせえ。この世のありとあらゆる災いは全部お前の責任だ。親父が妙な指輪買ってくるのも、俺が飯を作らなきゃならんのも、電信柱が高いのも、ポストが赤いのも、極めつけにお前に応援演説やらされるのも、元はといえばみんなてめえ一人が悪いんだ。な、無茶な。殴らせろ。嫌だよ、選挙前の大事なお顔だもん。先のことを考えて人を殴れるか。ほんどれ、待たんかい、こら。どっち回したろかい。出た、せいちゃんのお得意の小汚い関西弁。待て。全校生徒の皆さん、生徒会長には2年 E 組長谷川みなとをどうかよろしくお願いします。せいちゃん、見て見て、僕のタスキ、このでっかい菊の花、演劇部から借りてきてくっつけたんだよ。どう、かっこいい？いいんじゃないですか。なんだよ、まだパパたちのこと気にしてんの？もう一発ぶん殴られたいか。おお、怖っ。じゃあ僕これで学校一周してくるね。
行ってきまーす。ああ、行け行け、早く行け、どこへでも行ってしまえ。よう、草津、荒れてんな。三宅、相変わらず仲良く血は喧嘩か。血は喧嘩？お前、その目つき気をつけた方がいいぞ。今日はずっと授業中もそんな顔してたろ。余計なお世話だ。ところで、お前、長谷川の応援演説の原稿は書けたのか？すまん、まだなんだ。一応ワープロには向かってるんだけど。おいおい、お前論文は得意なんじゃないのか？応援演説ぐらい軽いもんだろう。簡単に言うなよ。草津！あっ！谷町。草津、最後のお願いだ。明日の試合助けてくれよ。だから何回も言ってるだろ、明倫大附属とだけは嫌だって。わかんないかな、大体考えてもみろよ。俺は陸上部だろ、柔道部の対外試合に出場するのは無理なんだよ。先輩にでも見つかってみろ、一発で退部になっちまうんだからな。退部で済めばいいじゃないか。柔道部は明日の試合で勝てなかったら廃部になるかもしれないんだぞ。俺たちのことかわいそうだと思わないのか。そう言われてもだな。せいちゃん、ただいま。あのね、今職員室に行ったら電話がかかっててね。なんだよ。せいちゃんのパパから。親父から？うん、放課後おばさんのお墓参りに行きたいんだって。おふくろの？行きたきゃ一人で行けってんだよ。あれ、僕せいちゃんのパパにせいちゃん行くって言っちゃったんだけどな。みなと、お前な。みそら、しばらく墓参りに来れなくてごめんな。誠治、お前もほら。いや、ここまで登ってくるとさすがに汗かいちゃうな。もう4月だもんな。ずいぶんあったかくなったよな。背広脱ぐかな。こういう風にすぐ脱いだりするから免許証をなくしたりするんだな、私は。あ、あの木、桜かな。そろそろ花見のシーズンだよな。用があるんならさっさと言えよ。ダラダラしてんなら俺うちに帰るぞ。うん。いや、あのな、今朝あれから考えたんだが、世の中にはいろいろ不思議なことがあるもんだなって思ってな。何なんだよ。昔のことを思い出したりしてたんだが、もしかしたらやっぱりどこかで美空が見てるんじゃないかという気もしてな。わけわかんねえこと言ってんだよ。この指輪な。親父が何しようが自由だよ、恋愛とか。美空に買ったんだ。お袋に？純金の墓石を買ってやりたかったんだが、盗まれたら困るからな。代わりに指輪にしたんだよ。いくらしたんだよ。言ったら誠治が腰を抜かすから教えない。なんせ初めて買ってやるんだ。いいものを選んでやりたかったんだよ。美空には苦労させてしまったからな。お嬢さん育ちで体が弱かったのに。そうだな、お前ができた頃が一番大変な時だったんだが、美空は絶対に疲れたって顔をしないんだ。俺が帰ると自分は大丈夫だから、あなたは何も気にせずに頑張ってくれって笑ってくれるんだ。あの頃美空がそばにいてくれたから何とかやってこれたんだ。なあ誠治。ん？なんていうか、大切な人ほど一緒にいる間はその人がどれぐらい自分を大事に思っていてくれるかわからないもんなんだな。資格も取ってこれで全部がうまくいくと思った。やっとこれからはゆっくりさせてやれると思った矢先に。
この指輪、私があの世へ行った時に美空の指にはめてやりたいんだ。聖司、私の骨壺に必ず放り込んでくれよ。分かったよ。美空はそうだな、うん、根っこのところの性格はミー君のお母さんの彩子さんと似てたぞ。おばさんと？まあ彩子さんは活発で健康そのものだったが、美空は弱そうに見えてもどこか俺を安心させてくれる、そういう強さを持っていた。なんだかな、美空が死んで年を追うごとに強い尊敬と崇拝が混ざり合った思い出に変わっていくんだ。人は死んだら神様になるというが、美空のことを思い出すと信じられるような気がしたな。どうして人が人に対してあれだけのことができるんだとか。いわゆる無償の行為というのはあんなのを言うんだろうな。ミー君が待ってるぞ。そろそろ帰るか、聖司。うん。結局なんだかんだ言っても親父には親父の感覚でお袋が一番なんだな。いつも一緒にいる人か。俺にとってはもしかして。せいちゃん、せいちゃんのパパ、おかえりなさい。ただいま。僕お腹空いたんだけど、出前も取らないで待ってたんだ。お利口さんでしょ。だって冷蔵庫の中見ちゃったんだもんね。ハマチのお刺身、嬉しい。ねえねえ、早くご飯作ってよ。やっぱりこいつじゃない。なあ、聖司、電話。はいはい。はい、草津。谷町か。え？何言ってるか聞こえないんだけど。なんだよ。うん、試合で？え？いや、だから出ないって言ってるだろ。ダメ。泣くなよ。泣いても出ない。絶対に出ないからな。やめろよ、湊斗、恥ずかしいだろ。ただいまより15分間休憩。ありがとう、草津、ありがとう。この調子でバンバン敵さんを投げ飛ばしてやってくれ。いや、お疲れ様、お疲れ様。はい、お茶。あ、お茶はウーロン茶と日本茶どっちがいい？コーヒーかな。あ、おい、誰かコーヒー買ってこい。はい、タオル。いやー、これで新入部員たくさん入るよ。そうあからさまにニコニコするな。すまん、思わず顔が。さあ、いよいよ次は小林だぞ。分かってるよ。うん、どうした？なんでもない。せいちゃん、湊斗、邪魔だ、応援席行ってろ。何言ってんだよ、せいちゃん。ねえ、谷町くん、明倫大附属の部長さんに選手交代するって言ってきてくんない？え、どうする？黙ってろ、湊斗。いいんだ、谷町、俺が出る。隠したって遅いよ。せいちゃん、さっき背負い投げの時右足の靭帯ひねったでしょ。相当痛いはずなんだけどな。本当か、草津？大した怪我じゃないよ。いっ、おい、歩けるのか？僕が代わりに出てあげるって言ってるのに。大丈夫だ。まあいいじゃない、休んでなって。でも一つだけ約束して。せいちゃん、僕のお願い何でも聞いてね。な、じゃ頑張ってきます。おい、湊斗。審判、選手交代。高宮学園次鋒、長谷川湊斗。おお、
さあ、今日はいよいよ選挙の本番だ。うまい具合に取りが取れたし、二人ともラッキーだな。思いっきり目立ちまくれるぞ。俺は真ん中あたりでおとなしくやりたかったんだ。せいちゃん、僕の演説を地味にしてどうするの。パーッと華やかにやってよね。ねえ三宅くん、やっぱり舞台衣装で出ちゃダメ？選挙は部活じゃないからダメなんだと。じゃあ僕せめて飾りでもつけようっと。三宅くん、ピンクのリボンがあったよね。ちょっと待ってくれ。あ、ほら。サンキュー。キュッと。どう、せいちゃん、僕はネクタイよりもこっちのリボンの方が可愛いでしょ。ついでにせいちゃんもしたら。俺はごく普通にやりたいんだ。誰が蝶ネクタイなんかつけるか。漫才師じゃあるまいし。お揃いでかっこいいのに。どこがだよ。草津に長谷川だね。岡野先輩、昨日の柔道部の試合はすごかったそうだな。二人で五人抜きしたんだって。そうだよ。草津くんは怪我したんだって。大丈夫なのか。あ、はい。今日の選挙も二人揃って当選したらなかなか楽しいことになりそうじゃないか。頑張れよ。は？じゃあ行ってくる。三宅くん、後のことは任せたよ。オーケー、思いっきり目立ってこいよ。さ、せーちゃん。あ、こら、引っ張るな。いて、俺が怪我してんの忘れてるだろう。せーちゃん、頑張れ。ステージの上だぞ、静かにしろ。あれ故障かな。場内静粛に。せいちゃん貸して。ああ、みなと、そのマイク壊れてんだよ。遊んでないでスイッチ切れ。残念でした。壊れてなんかいないんだよ。三宅くん、サンキュー。もういいよ。三宅、あれ、あいつなんで放送席にいるんだ。高宮学園高等部の皆さん、それから新入生の諸君は入学おめでとう。大変お騒がせしました。ただいまより誠に簡単ではございますが、生徒会長に立候補した草津誠二君と副会長に立候補した僕長谷川港の演説を一気にまとめて喋らせていただきます。おい港、気でも狂ったのか。俺が生徒会長ってどういうわけなんだよ。僕は謙虚だから副会長で遠慮しとくよ。んなこと言ったってお前一人しか立候補しとらんだろうが。草津、安心していいぞ。お前の名前もちゃんと俺たちが投票用紙に載せといてやったからな。な、あ、お前ら全員来るかよ。というわけなので、清き一票をぜひとも僕とせいちゃんにお願いします。みなと、二人で力を合わせて頑張るつもりですからね。嘘つけ。面倒なことは全部俺に押し付けるつもりでいるくせに。それはせいちゃんに器量があるからだよ。ごちゃごちゃ文句言ってても割と統率力あるじゃないね。そう思いませんか、岡野会長。そうだな。いいぞいいぞ。三宅、皆さん、生徒会長には草津誠二、副会長には長谷川港をよろしくお願いします。港、マイクを離しやがれ。あっと、へへんだ。そう簡単には捕まりませんようだ。この、あいつでた。怪我人は無理しない方がいいよ。お前な。こら、待て。やだよ。待て、港。続いて、会長と副会長の投票結果を発表する。言うまでもなく分かっている結果だと思うが、この4月からの生徒会副会長に2年 E 組長谷川港、そして生徒会長に同じく2年 E 組草津誠二、この2人が全校生徒の圧倒的な支持を受けて当選した。役員の引き継ぎ会は今週の土曜日、生徒会室で行うので、新しく役員になった者は必ず出席するように。特に草津誠二は逃げるんじゃないぞ。以上をもって
今年度生徒会選挙投票結果発表を終了する。おお、やったー。なんで俺が生徒会長なんぞに。これで高宮学園は僕たちのもんだね、せいちゃん。みなと、よくもやってくれたな。どうして？これでせいちゃんも退屈しない生活が送れて嬉しいじゃない。とにかく俺は生徒会なんて人前に立つ仕事はごめんだからな。ダメだよせいちゃん、試合の時約束したじゃない、なんでも僕のお願い聞いてくれるって。何？ちょっと待て、これは陰謀だ。岡野さんに訳を話して俺は生徒会長は辞めさせてもらう。いいのか草津、そんなことしてみろよ、岡野さんの顔を潰すことになるんじゃないのか。三宅、ついでに言うと我が2年 E 組も高宮学園では立場なしということになってしまうよな。さあどうする？どうする？せいちゃん、それでもやめるか草津。みなと一人を野放しにするよりはマシだろう。バンザーイ。じゃあ頑張れよ草津。今夜はお祝いだね。せいちゃん、僕ね、ごちそうのねメニューね考えてあるんだ。あのね、ローストビーフでしょ、それからねロールキャベツとねバンバンジー、あとねハマチのお刺身とねたこ焼きに玉ねぎのお味噌汁もつけてほしいな。それでデザートはアイスクリームとプリン。アイスクリームとプリン両方ともだからね。あー、分かった分かったから、あんまりくっつくなよ。やったー、せいちゃん大好き。あー、何すんだ。いってー。は、ごめん、このバカ力。ったくもう。